こんにちは、こんばんは、おはようございます。パッソーパッソートランペット倉持智明です。今日はこの僕の持っているマウスピースたちを公開していきます。僕はマウスピースを曲、ジャンル、そして求められている音色によって使い分けています。使用用途別に今日は紹介をしていきたいと思います。まずはこちら、バッグの 5C。 こちらは僕小学校4年生の時に楽器を始めてすぐにこれ買ってもらって、ずっと今も使っている一番長いマウスピースです。長く使ってるので黒ずみだったり年季が入ってるんですが、とってもまあオーソドックスで標準的なものになります。続いて紹介するのがこちら、バッグの 1C。 こちらは高校3年生の夏頃に買いました。その頃実は初めて僕レッスンに通い始めたんですね。その時のレッスンの先生に 1C を吹いてみたらどうかいと言われて買ってみたらとても良かったので今でも使っています。そしてこの今紹介した 1C と 5C、僕は基本的にこれで対応できるものはこの2本で全て演奏をしています。基本的にはこの 5C を使って、低い音が多い時なんかにはこっちの 1C を使用しています。そしてお次紹介するのはこちら、モネットの BLWS1 というモデルになります。こちらはハイトーンの多い曲で僕は使用をしています。そしてもう一本こちら、こちらもハイトーン用で使用をしているワーバートンのマウスピースなんですけれども、なんとこのマウスピース、カップとバックボアが別々になるんです。なので自分に合ったカップ、そしてバックボアを選べるマウスピースになっています。そして僕が使用しているのはカップが KT、 そしてバックボアが9というモデルになります。はい、そしたら今度はトランペット以外の楽器で使っているマウスピースを紹介していきます。まずはこちら、フリューゲルホルンで使用しているマウスピース、こちらはワーバートンの 2FL というマウスピースになります。このマウスピースは僕の使用しているヤマハのフリューゲルホルンととっても相性がいいので、僕はすごく重宝をしています。はい、そしてお次、ピッコロトランペットを吹く時のマウスピースを紹介します。こちらも同じくワーバートンで、カップとバックボアが2つバラバラになるんですけれども、カップは 3M、 バックボアは S12 スターになっております。ピッコロトランペットはよく小さいマウスピースを使う方も多いかなと思うんですけれども、僕自身も前は小さいマウスピースを使っていました。ただ大学の時に教えていただいた先生から、自分の唇のサイズに合ったマウスピースで吹いた方がいいとおすすめされて、ちょっと大きいサイズのマウスピースにしました。その方がピッコロトランペットとっても自由に操れる感じがしたので、僕はとってもこのマウスピースが気に入っています。はい、そしてお次、こちらはコルネットを演奏する際に使用するマウスピース、こちらもワーバートンのマウスピースで、バックボアとカップが分かれます。カップが 2BC、 そしてバックボアが 12スター。 あんまり今はコルネット演奏する機会はそんなにないんですけれども、吹奏楽なんかで例えばアルフレッドリードをやるときなんかはこのマウスピースで演奏しています。以上、ここまでトランペットで�吹いているマウスピースを4本、そしてピッコロトランペット、フリューゲルホルン、コルネットで使用しているマウスピースを1本ずつ紹介しました。これで僕の使っているマウスピースは以上です。この並んでるマウスピースはどうしたんだ、そう思いますよね。僕トランペット吹きあるあるだと思うんですけれども、いろんなのをこう吹いてみて、これがいいなと思って、その時はいいと思って買いました。けどしばらく使ってると、やっぱりこの前まで使ってた方がいいかなと思って戻してみる、そしたらやっぱこっちの方がいいなっていうので、結局最初のこれに戻るみたいなのは結構あると思うんですよね。なので今日はこの残りのマウスピースを簡単に紹介していきたいと思います。
まずこちらに出ている5本のマウスピース、先ほど紹介した 1C のマウスピースが大学でみんな使っている主流のマウスピースだったんだけれども、その中でスロートとバックボアをちょっと広げてより息を通りやすくするマウスピースと流行っていました。いろいろ試して買ったんですけれども、結局最終的に標準の 1C が一番落ち着くなということで今は使っていません。はい、そしてお次こちらワーバートンの 3D というマウスピースなんですが、これ形が実はちょっと普通のマウスピースと違ってアンカーグリップと言われるリムの形がちょっと変わっているものになるんですね。これとっても僕は口当たりが好きで一時期よく使っていたんですけれども、なんかある日違うなと思っていつものマウスピースに戻したらやっぱりしっくりきて今はそのまま使ってません。はい、そしてお次こちらバックのコープの 1B、これは大学時代にロータリートランペット吹くときに買ったものです。はい、そしてお次この3本、これは3本とも 1C のノーマルマウスピース。トランペットのマウスピース、他の楽器もそうかな、同じ 1C っていうサイズでも個体差、ものによってちょっとだけ本当微々たる違いがあって、それが人それぞれ好き嫌いがあるので同じものの中で選ぶんですね。で、僕は一時期その 1C に凝ってた頃にいろんな 1C を吹いてこれもいいと思っていろいろ買ってたんですよ。でも結局高校3年生の時に最初に買った 1C が一番良くって、じゃあこの 1C どうしようって思った時に、なんか可愛いから色をつけようと思ってサテンのピンクゴールド、そしてこちらはゴールド、そしてこれはですねリムだけちょっとサテン見たくなってるんですけど、これは削ってもらってあえて口当たりをザラザラさせて滑らないようにしてもらえたマウスピースです。実はこれね、僕が教育実習に行った時にそこの生徒さんでリペアマンになりたい生徒さんがそういう加工をしてくれるっていうので、じゃあこのマウスピースやってよって言ってやってもらったマウスピースになります。こちらヤマハの KMV14、 こちらはヤマハの 8335WS を買った時についてきたマウスピースです。次こちらはバックの 3C と 3CW で、 3C はよく使っている方もいるかなと思います。そしてこの 3CW っていうのはワイドリムの W です。実はこのマウスピースは僕がとある現場でちょっと演歌をやる機会があった時にちょうど吹いたらよくって、これをしばらく演歌のツアー中はずっとこの2本でやっていました。W の方がリムがちょっと厚いので口がしっかりホールドされるというか固定される感じがあって僕はすごい好きです。この辺からハイトーン用のマウスピースになりますね。ワーバートンのカップが 6S、 そしてバックボアが KT、 お次こちらマルシンキビッツの E5 ボビーシューモデル2ですね。そしてこちらヤマハのアレン・ビズッティモデル、このアレンビズっていうモデルは、先輩から購入したんですけれども、その購入した経緯が、先輩と一緒の仕事現場で、マウスピースをこうバーって広げたら、ハイトーン用のいつも使っているマウスピースがその日忘れてしまって、ほんで先輩が一緒にいたんで、先輩今日なんかマウスピースないですか？ハイトーン用のって言ったら、これ余ってるから吹いてみてって言われて、先輩これすごいいいですねって言ったら、じゃあ、いいよあげるよって言われて、でもいただくのは悪いのでじゃあ買いますって言って忘れ物が功を奏して購入させていただいたマウスピースになります。こちらフリューゲルホルンのマウスピースになります。バックの 1/2CFL、 もともとフリューゲルホルンを吹くときにこのマウスピースを使っていました。バックのフリューゲルホルンなどを吹くときにはとっても相性がいいマウスピースになります。お次こちらバックの 7EW コルネットシャンク、こちらはもともとピッコロトランペットを吹くときに使用していたものです。先ほど紹介したワーバートンの 3M よりは内径が少し小さいので僕にはちょっと窮屈な感じだったので今は使っていません。そしてお隣こちらバックの 3C コルネットシャンク、こちらはコルネットを吹く際に使用するんですけれども、バックのコルネットを吹くときなんかにとっても相性がいいです。そして最後ヤマハのピエール・デュトモデルコルネットシャンク、こちらは
室内楽でコルネットを吹くときに購入をしました。ちょっと長さが短い分、大ホールなどでは音が飛びづらいですが、室内楽、ホールの大きさがそんなに大きくないところではとってもいい音がします。僕のマウスピース紹介はこれで以上となります。最後にマウスピースを選ぶ時のポイントについてお話ししたいと思います。これはあくまで僕の個人的な意見です。選ぶ基準は人それぞれ違うと思うので、いろいろ吹いてみたらいいと思います。まず一つ、自分の口に当てた時にフィットするかどうか、もう当てた瞬間に僕は、あ、これなんか違う、なんか違う、あ、これいいかもってなります。これはいろんな種類のマウスピースを吹いていくうちにわかると思うんですけれども、なんか自分の好き好みが見えてくると思います。2つ目、自分の使用目的に合ったマウスピースを選ぶ。ハイトーンをすごい必要とされる場面なのに、カップの深い柔らかい音が出るマウスピースを選んでしまってはダメなので、高い音を出したいときは高い音が出しやすいマウスピース、大きい音が出したいときに大きい音が出やすいマウスピースなど、きちっと目的に合ったマウスピースを選ぶようにします。3つ目、自分の日頃使っている楽器との相性はいいかどうか。マウスピースだけで口に当てていいな、そして自分の目的に合ったマウスピース、でも自分の楽器をいざつけて演奏したらなんか音がなっていうこともあります。なので自分の楽器との相性もあります。そして最後4つ目は、どうしても吹いててよくわからないとか、だんだん吹いてるうちにわかんなくなっちゃったっていうことがあります。僕もそれはとってもよくあるんですけれども、そういう時には専門の方や店員さんに音を聞いてもらったり、こういうのもいいよ、いろいろ教えてくれたりします。なのでわからなかったら専門の方に聞く、これが一番いいと思います。以上を踏まえて自分に合ったマウスピースを探してみてください。それではご視聴いただきありがとうございました。またね。